日本将棋連盟会長の羽生善治です。まあ、本日はですね、駒テラス西参道の、まあ、オープニングということになります。まあ、渋谷区様の、ご協力を、まあ、いただきまして、非常に、素晴らしい、施設が、まあ、出来上がったかなというふうに思っています。まあ、最近はですね、あの観る将に、代表されるように、まあ、新しいタイプの将棋ファンの人たちも、まあ、増えています。まあ、そういった方々にもですね、楽しんで、いただけるような、場所になるように、これから一生懸命力を尽くしていきたいというふうに思っています。そうですね、まあ、あの、まあ、会長に就任した時に、まあ、やりたいことの、まあ、一つとしてですね、あの自治体の、皆様との、まあ、連携をしていくということを、申し上げました。で、まあ、一番最初の、まあ、仕事というのがですね、まさに、その、まあ、形といいますか、ということで、まあ、あの非常に、嬉しく思っていますし、あの、まあ、高校の、西参道の、場所をですね、町の活性化も、まあ、含めてですね、いい形で、まあ、進めて、いけることがですね、まあ、他の、場所や自治体さんとの、まあ、連携にも、まあ、つながっていくことなのかなというふうにも思っています。あ、そうですね、まあ、あの非常にこう広々とした場所でもありますし、あと、まあ、その木の、まあ、なんていうんですか、基調といいますか、まあ、非常にその和風の、まあ、場所でも、まあ、ありますし、またですね、あの多目的で、まあ、いろいろな、ことが、まあ、できるのではないかなというような、まあ、可能性も、感じました。あ、そうですね、あの、まあ、一番最初はですね、2020年に、日本将棋連盟と、渋谷区さんとですね、まあ、の将棋の文化発展と、渋谷区町のですね、地域、活性化発展ということを、まあ、相互協力をしましょうということで、協定を結びました。で、一番、最初の一歩はですね、あの子どもスクールの、渋谷校をあの渋谷の区役所の方で、まあ、開始するということが、まあ、ありまして、その次にですね、この、西参道の、まあ、プロジェクトが、まあ、ありまして、まあ、その中の、まあ、一角としてですね、まあ、将棋の、場所といいますか、まあ、そういうものも、まあ、作っていただけるということで、まあ、あの非常に大変、まあ、ありがたい、お話で、まあ、あの関係者の皆様ですね、本当にいろいろな準備をしていただいたんですけども、まあ、今日、迎えることができたということになります。どうでしょうか。あ、そうですね、あの、まあ、まずはですね、一度、現地といいますか、実際にこの場所に、来ていただくのが、まあ、一番、なんていうんでしょうか、その魅力を、まあ、感じてもらえることなのかなっていうふうにも、まあ、思っています。あの、また同時にですね、あの同じことをやるということではなくて、まあ、展示に関してですも、まあ、さまざまな、新しい展示をするとかですね、あるいはそのイベント、こういったスタジオでの収録とかもですね、まあ、今までになかったようなものをですね、日々考え続けていくという中で、まあ、一度来ただけではなくてですね、まあ、何度でも来て楽しめるような場所になるように、まあ、頑張っていかなくてはいけないなというふうに思っています。あ、そうですね、まあ、あの、将棋界としてはですね、もちろん、あの、将棋会館も、まあ、あるんですけれども、まあ、他の、場所の、さまざまなことを行う場所の、大きな、まあ、拠点としてですね、まあ、こちら駒テラス西参道を活用させていただけたらいいなというふうに、まあ、思っています。で、あのこの、渋谷区さんとはですね、あのここの、地域 の、 あの住民の皆さんとも、まあ、ミーティングをしたり、まあ、いろいろ話をしながらですね、その将棋だけではなくて、あのさまざまな、まあ、形の、まあ、企画を考えてですね、地元の皆様にも、貢献できるような、まあ、喜んでもらえるような、ことを、まあ、目指していきたいというふうに思っています。
あ、そうですね。ちょっと今のところ一つ考えているのは、まあ、私が例えばそのメディアからのこうインタビューとか取材とか、まあ、そういうものをですね、まあ、受けるときに、まあ、もし空いてたらなんですけども、まあ、あのこちらの、場所も、使いたいなというようなことも、まあ、思っていますし、またですね、あの日本将棋連盟の方からあのなんていうんでしょうかね、こう情報発信を、まあ、するような時にもですね、まあ、こちらの、まあ、スタジオとかそういった場所も、まあ、活用していければいいなというふうに思っています。あ、そうですね、まあ、まさに今、始まったばかりというコマテラス西参道、なんですけれども、まあ、あのぜひですね、この、近くに、来られた時にはですね、一度、お立ち寄りください。まあこういったことを、まあ、やってほしいとか、なんかこういった、ところが足りないんじゃないかとか、まあ、そういったですね、こうリクエストようなものもですね、まあ、出していただけると、またあの将棋連盟としてもですね、まあ、それに対して、まあ、フィードバックして、まあ、日々より良いものがですね、作れるように、努力していきます。どうぞよろしくお願いいたします。